アロハ、こんにちは。 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もなんですけどガチャ引いていきます。シリーズハッピーラッキー装備召喚ファイナルファンタジー13ですね。今回は回していきたいと思います。はい、毎回恒例こちらキャラクターチェックワンツーしていきましょう。ファイナルファンタジー13の今のスタメンですね。ライトリング姉さん、セラちゃん、バニラちゃん、レインズ、ファングで用意してます。見ていきましょう。ライトニング姉さんなんですけど覚醒持ちではあるんですがシンクロ狙っていきたいところではあります。バテリアこんな感じ。セラちゃんなんですけどセラちゃんはシンクロ覚醒持ちです。チェイン持ちでもあるので、まあ、未所持ゲットしたいかなというところはあります。戦技あたり欲しいですね。あとはレンズで回収したいですね。レインズちゃん、レインズちゃんなんですけど覚醒持ってるので戦技あたり狙っていきたいかなというところですね。ファングちゃん、ファングちゃんシリーズチェーン覚醒持ちなのでシンクロ狙っていきたいかなという感じです。シンクロですかね。狙うはさっきの他のメンバー見ていきましょう。スノーちゃんなんですがリビットブレイク戦技ですね、持ってるの。サッツくんなんですがサッツの旦那ブラザーソウルなかなか見せてくれないので覚醒あたり引いてくれたらいいなと思います。ホープくんなんですがホープくんもうちょっと欲しいですね。覚醒あたり欲しいですね。ノエル、ノエルちゃんは戦技バーストオーバーフロー奥義ですね。ナバート覚醒持ってますね。ナバートさん覚醒持ってますね。シンクロ出たらいいですね。こんな感じでじゃあ回していきましょう。 DJ ソムライズメロージャム TV シリーズハッピーラッキー装備召喚、今回はファイナルファンタジー13です。いい引きを見せたいですね。やはりライトニング姉さん狙いたいかなというところですね。姉さん狙いでいきましょう。姉さん未所持いきたいと思います。ジェムで回します。OK、 今回のカウントダウンガチャ割と調子がいいかなって思うのでここでもう一やっぱ2度あることは3度ある。フォロイはレッツゴー。もうミラも来てますね。演出来たらもう当たりですね、まあ、セラちゃん持ってるぐらいなので演出来てライトニングだったら最高ですね。バニラは持ってますね。これ持ってるっすね。覚醒かこれ持ってるっすね。まあでも被る中では当たりの被りっすね。レードアップするんでちょっと見ていいっすか。バニラちゃん覚醒ってたか、まあ、変なの出るより変な未所持出るよりはいいっちゃいいか。これ2回使えたらいいですもんね。今回はバニラちゃんの、まあ、ついにかぶってきましたね。ついにかぶってきましたが今回は DJ ソライズメロージャム TV バニラちゃんのかぶりということでバニラちゃんで締めたいと思います。はい、次は12ですね。12いい引き見せたいですね。12全然揃ってないのでこの辺りでいいのを引きたいなと思います。13シンクロライトニング姉さんちょっと狙っていきたいかなっていうのありますね。13はちょっと強化していきたい。シリーズチェインも、まあ、ヒーラーも覚醒持ってるのでアタッカー強化していきたいシリーズではあります。はい、今回はこれで終了になります。 DJ ソライズメロージャム TV よかったらチャンネル登録していただけますとモチベーションアップになりますので皆さんご協力お願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。